はい、プラチナトリートメント2回目します。ねえ、本当だよね。ねえ、お母さんは何でもおばあちゃんに甘え、母親に甘えて、何でも買ってもらってたんだって。うん、調子のいい野郎だった。調子のいいです。うん。甘えるんじゃない。これ買ってほしいとか。うん、だって、舞さんまで記事見に行ったなんて言ってたもん。うん、おばあちゃんと。うん、何でも上等がいいっつって、はい、その辺だからやっぱ言うなんねってお姉ちゃんたちは言う、妹やらみんな言ってたの、しげ子だけはいいもの欲しがって、そう思うんだっつって、だから私が1年生とかあと幼稚園の時の教育は全部お母さんが、はい、舞さんで買ってきた生地で、はい、私だけ色が違うなって、白バラの洋服が、はい、うん、私は作ったんだよ、お金がないから全部作るんだよってそうか、買った方が安くねって思って私はそう言った、買った方が安くねって、1年生の時の洋服もだから、お母さんが全部作ってたんだと思って、ありがたかったなって今思うとね。そうだね、10分お待ちください。はい、はい、10分間をします。